SU-76I は第二次世界大戦中のソ連の自走砲。ドイツ軍から露角したスリー号戦車をベースに1943年4月から11月の間に改造、生産された。第37工場で200両前後が完成した。1942年の初め、前年のドイツとの戦いで大きな損害を出したソ連軍は、 モスクワ全面で露飼したドイツ戦車を修理、自軍の戦力に組み入れる試みを始めた。当初は、露飼したスリー突撃砲の武装を、T、T-34 の1940年型のものに変えたり、またはそのまま使っていたが、これらは、臨時の改造であり、本格的なものではなかった。1943年始め、 本格的な新型軽自走砲である SU-76 が生産に入った。しかし、この初期の方は、左右の離体を別々のエンジンと走行装置で動かす機構であり、動機がうまくいかず、トラブルが続発していた。これは、後に SU-76M として改良されることとなるが、それまでのつなぎとなるものとして、 スターリングラード方面などで300両以上を、露飼した3号戦車系をベースに自走砲に、改造することとなった。これ以前に、3号突撃砲を改造し 122mm 流弾砲、M、M-30 を搭載した、SG-122 が開発され、試作車での重量課題などの不具合を改良したものを、1942年9月に、 第592工場で重量を生産することが命じられていた。後に、スリー号戦車を改造し、SG-122 に類似した、戦闘室に、76.2mm 戦車砲 F-34 を、実装砲用にした S-1 を搭載するタイプが、第37工場で生産されることとなり、SU-76、または、 SU-76I と命名された。これらは、砲塔と車体上面の装甲を撤去、その上にピラミッド状に傾斜した新設計の密閉式固定戦闘室を備えたものであった。しかし、実戦部隊ではボルトで固定された上面装甲を取り外し、オープントップの状態で運用した例もあったという。戦闘室は、紙面にピストルポートが設けられ、 車内からピストルやサブマシンガンを発砲することができるようになっていた。また、クルスクの戦いの後、主砲の中体機カバーの周りに棒立てが追加され、車体後部に着脱式の円筒形外部燃料タンクが2つ追加された。他、スリー号戦車用のキューポラを備え、そのために戦闘室側面に張り出しを設けた式車両が20両作られている。 後に、同じ車体に 85mm 砲を搭載する SU-85i も計画されたが、キロボルト -85 や SU-85 への供給で手一杯であり、中止された。1943年4月、最初の生産者5両がスベルドルブスクの自走砲、連帯訓練所に送られ、さらに20両が加えられ。 翌月には早くも実戦に投入された。その後クルスクの戦いにも、第13軍所属の16両が投入され、半数を失っている。そして、16両の SU-76I と、四季王の六角スリー号戦車1両による、自走砲連隊が、複数編成され、同年秋のウクライナでの戦いから本格的に、投入された。 本社の生産は11月で終了したが、即席の車両ながら本命である SU-76M よりも防御力や居住性に優れ、乗員からの評判は良かった。ただし、元になった3号戦車が、車体下部側面ハッチの廃止された方であった場合は、乗降用ハッチが一つしかなかったため、撃破された時の全員の素早い脱出は困難であった。 これらの車両は終戦まで戦い続けたが、その後退役させられた。戦後の一両が、クビンカ基地で稼働していたが、1968年に廃棄された。現在でも、川から引き上げられた一両が、ウクライナのリューネシューサルヌイ地区で、記念碑として展示され、別の一両が、モスクワの大祖国戦争中央博物館に、現存している。ありがとうございます。